はい、津軽三味線の山影勝です。前回の続きになりますけど、前はタターンだったんですけど、今度はタータンですね。タータンってやつをちょっとやりたいなと思っております。すべて一の糸からの流れになってますので、最後の方にはまたタターンが出てきますので、ぜひちょっと今日は長いフレーズになりますので、ただ全部スリっていうやつテクニックを使いますので、それを、また何回も繰り返して見ていただきたいなと思ってます。それではよろしくお願いします。ということで、タターンからのタータン、これはスリっていうんですけど、ここの6から9までのなら今度は指を押さえながら滑らしていく感じですね。わかりますか？タタンタタン。戻るときも同じように音をつなげるイメージですね。タンタンが出てきました。前回やった前々回かな、鶴太郎のところの部分の、これは全部っていう感じになります。ゆっくりいきますね。じゃあ全体で通して弾きたいと思います。いきますよ、せーの、はっ。はい、いかがだったでしょうか。スリーですね。今日はタータンなんですけど、スリポイント的には、の音を弾いたら次のポジションまで指を滑らせるっていうんですね、っていう感じで、イメージしてください。で、僕はもう癖になってしまってるんですけど、揺らしたりとかっていうのも、まずはポジションに行くのをまず初めにやってくださいね。どうしても僕はもう癖がついてしまってるので揺らしてしまうんですけど、これは後ほど、最終的にテクニックとして教えたいなと思ってるんですけど、基本的には必ず音程を6から9ですね、初めは6、確実にこれを耳で聞きながら、目で見ながらちゃんと覚えていただきたいなと思っております。っていう感じで、だんだん
やることが増えてきていますので、もう絶えず、もう何度も言ってしまいますけど、繰り返し繰り返し練習してみてください。はい。で、わからないことがあればコメントだったりなんなり、あのメールだったり、ぜひいただければなと思っております。はい、チャンネル登録の方もお待ちしております。ということで、山影まさるでした。ではまた。